こんにちは。それでは今からですね、掛け算と割り算の小数点に特化した問題の解説をしていきます。前回の動画ではソロ版でやってみたんですけれども、今回は暗算で解説していきたいと思います。そしてソロ版の時とは少し勝手が異なる部分がありますので、そこら辺に着目していただけると幸いです。それでは早速1問目から解説していきますね。で、前回のソロ版の動画まだご覧になってない方はですね、ご覧になってからこちらの動画を見ていただいた方がより理解が深まると思います。はい、1問目 42×0.6 っていう問題なんですけれども、42っていうのは2桁でした。で、0.6 っていうのは小数点の右側に0が1個もないから0桁なんですね。で、ソロ版の時と同じようにですね、まず桁数を暗算で計算するんですね。2桁たつ0桁は2桁です。なので、2桁になるなって思いながら、42×6 をしたらいいんですね。で、4×6=24、2×6=12で252になることが分かりますと。で、252っていうのは3桁なんですけど、小数点をつけることによって 25.2、2桁にすればそれで正解というふうに見なせるわけですね。はい。で、2問目です。2問目は3桁足す 0.07、この 0.07 っていうのは小数点の右側に0が1個ありますから、これはマイナス1桁です。つまり3桁から1桁を引けば2桁になります。で、829×7 をしてあげればいいわけですから、8456271049163 5803っていう数字が出てきます。で、それを2桁にするためには58.03 にすればいいわけですよね。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは3問目に移りたいと思います。3問目は4桁足すマイナス2桁です。小数点の右側に0が2個あるからですね。で、まずは暗算で桁数を計算しましょう。4桁から2桁を引けば2桁になります。この問題の答えは2桁です。そして 5921×6 をしてあげればいいので、5630、9654、2612、陰6が6、35526っていう数字が出来上がるわけです。で、答えは2桁になりますから 35.526 と書いてあげれば正解になるといったような感じになります。ここまでは何の変哲もない問題で、特に難しいと感じる要素はなかったと思うんですけど、次の問題がですね、ちょっとソロ版の時とは勝手が異なるので、注意して見ていただけたらなと思います。 0.013 っていうのはマイナス1桁です。で、42っていうのは2桁です。で、このままの流れでいくと、まず1を引くと、で、2桁を足すと、そうすると1桁になると思うじゃないですか。ですが、最初に因子が子っていうのがあるんですね。掛け算の九九の中で我がついてる問題っていうのがあるわけですよね。普通は掛け算の桁数って2桁になることが多いんですけど、1桁の場合って、例えば因1が1とか、で2一が2とか、子2が8とか、5一が5とか、1桁の場合は我がつくんですね。が、答えが1桁の時は我がつく。掛け算の桁数は基本的には足し算で把握するんですけど、がついた時には1桁減ると覚えなきゃいけないんですね。つまりマイナス1桁足す2桁は1桁になりますよね。この問題は1桁って捉えてしまうと間違えるんです。1桁なんですけれども、因子が最初にがついて繰り上がる要素がない時には1桁減るんです。つまり0桁になるんですね。ここで間違えないようにしてください。で、0桁ってどういう形だったかっていうと、0点で始まる数のことです。なので、もういきなり0点で書いちゃって大丈夫です。で、その後に 13×42 をしてしまえばいいわけですよね。なので、因子が4、因2が2、そして3412、32が6、546っていう数字が出来上がりますから、あとはそのまま546というふうに書けばいいんですね。最初にががついた時、繰り上がる要素がない時には掛け算の場合は引き算に変わりますね。引き算に変わるというよりかは一桁減ります。はい、大丈夫ですか。はい、今1問だけしかやってないので、徐々に慣れてくると思いますから、次の問題に行きますね。はい、 0.007 っていうのはマイナス2桁です。足すことの 0.01 っていうのはマイナス1桁です。はい、これってマイナス2桁引く1桁なんで、マイナス3桁になるじゃないですか、通常は。ですが、ひちいちががついてるんですね。
ががついたらさらに1桁減るんですね。ということでマイナス3桁引く1桁は3引く1でマイナス4桁になるんですね。じゃあマイナス4桁ってどういう数かっていうと、ここにマイナス3桁までしか書いてないですけども、小数点の右側に0が 1,2,3,4 個ある数がマイナス4桁なんですよね。なので 0.1234 桁、マイナス4桁に仕上げることができました。あとは 7×1 の7っていう結果を書けば答えが 0.00007 というふうに求まるわけですね。はい、こんな感じですね。大丈夫でしょうか。はい、それでは6問目に移りましょうか。6問目に関しては0桁足す0桁です。0桁足す0桁はもう何もしなくていいので0桁ってすぐ分かります。そして4728、ががつかないですね。答えが2桁ですから、九九で答えが2桁の時はががつかないから、特に1桁減る、マイナス1なんていうのはこの問題においては考える必要がないと。4問目と5問目については考える必要があったということなんですね。で、437×75 をしてあげればいいです。まあ0桁って分かった瞬間に忘れないうちに 0.って書いてもらっても一向に構いません。4728、4520、そして3721、3555、7749、7535で32775っていう数字が出来上がるわけですね。なので 0.32775 というふうな答えになっていきます。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。少々お待ちくださいね。はい、それでは7問目に、移りましょうか。7問目に関しては 0.004 ということなのでマイナス2桁になりますね。で足すことの 21.6 っていうのはこれ2桁ですと。でマイナス2桁足す2桁で0桁になるんですね。0桁になるんですけど、見てください、しにがが最初についてます。で繰り上がる要素はないです。なので1桁減るんですね。0桁やと思いきや1桁減って0から1を引くわけですから、これマイナス1桁なんですよ。答えが今やってるのはこちらの掛け算の桁数は足し算ですが、ががついたら引く1なんですね。はい、マイナス1桁っていうことは 0.0 で始まる数のことなんですね。であとは4 2が8 4 1が4 4 6 2 4 4×216 とみなしてあげればいいわけですから、864という数字が出てきますと。で、合わせると 0.0864 というふうに求まるわけですね。はい、それでは8問目に移りましょうか。8問目に関しては579.4というのが3桁ですと。で 1.6 というのが1桁ですと。で4桁になると思って答えを書くと間違えちゃうんですね。なぜなら51ががつくから1桁減るわけですね。つまり3桁になると、3桁になるという前提で51が5、56、30、71が4、46、42、91が9、96、54、41が4、46、24、まあ、慣れないうちは先に92704という結果を書いてもらってもいいです。小数点の計算ばかりに思いを馳せてしまうと肝心の数字を間違えてしまうパターンが往々にしてあるので、慣れないうちは最初に数字を書いてしまっても特に問題はないです。はい、で3桁ですから小数点の位置はこちらになりますよね。はい、なので 927.04 というふうに求まるわけなんですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、そして9問目に移りましょう。9問目は3桁です。3桁足す 0.0024 というのはマイナス2桁で、これは 3-2 で1桁になると思うじゃないですか。でもこれも3にががついてるんですね。ががついた時には1桁減るんですね。なので1から1を引けば0桁になるんですね、この問題の答えは。はい、0桁になると思って答えを書きましょう。0桁っていうのは 0.で始まる数のことです。であとは 3125×24 をすればいい。はい、なので32が6342、陰2が2、陰4が4、2人が4、2が8、520、5し20でめちゃくちゃ繰り上がります。で75っていう数値が出てくるので 0.75 で正解というふうになるわけですね。はい、次の問題に移りましょうか。はい、ちょっとプリントを上に上げますね。128っていうのは3桁ですと。そして 0.0004 っていうのはマイナス3桁ですと。でこの時点で 3-3 で0桁になるわけですが、因子ががついてます。なので1桁減りますね。0から1を減らすとマイナス1桁になりますから、マイナス1桁っていうのは 0.0 で始まる数のことでしたよね。であとは 128×4 をすればいいだけですから、
因子が C、二子が8、8子32で512という数値が出来上がります。なのでこの答えは 0.0512 で、合ってるわけなんですね。はい、11番に移りましょう。11番は 1,2,3,4,5,6,7 で7桁ですね。7桁足す 0.123450 が5個あるからマイナス5桁なんですね。で 7-5 でこれは2桁になります。で 6,8,8 は最初にががついてません。なので1桁減るという要素は考えなくていいということで、あとは 65×8 をすればいいだけです。答えが2桁になると思いながら 6,8,8,5,8,10 をすると 5,2 っていう数値が出来上がります。この場合はたまたま数字の数と桁数が合ってるから52のままでいいんですね。でたまに 52.0 とか書く人もいるんですけど、小数点以下、小数点の以下の、まあ、0はね、書かなくていいんですね。書いてもいいんですけど、書く必要がないものをわざわざ書いてしまうとそれだけ時間がもったいない。他にも解く問題いっぱいある、見直しもしなきゃいけないのに、書くっていうのは、まあ、もったいない、意味がないということなんで、僕の場合はやはり52って、そのまま書いて小数点以下の0は書かないことを、まあ、肝に銘じていますね。はい、それでは12番に移りましょうか。0.00051 っていうのはマイナス3桁ですと。で、0.000137 はこれもマイナス3桁です。はい、でマイナス3からマイナス3を引くとマイナス6桁になるわけですね。マイナス6桁で、ここで厄介なのが51ががついてるからさらに1桁減るんですね。マイナス6桁引く1桁は6から1引くので、マイナス7桁ですね。マイナス7桁。じゃあマイナス7桁ってどんな数かっていうと、0点をまず書きますね。その後7個0が必要なんですね。1,2,3,4,5,6,7 個。はい、ここまで書いた後にやっと 51×137 の計算に移れるわけですね。51が5、535、5735で、陰1が1、陰3が3、陰7が1、6987ですね。もちろん今分かりやすさのために小数点を書いた後に、計算したんですけど、これをまあ同時に処理して 0.00000006987 ってもちろん書いていくのが一番いいんですよ、慣れていくと。はい、慣れるまでは別に分けて書いても問題はないと思います。はい、それでは13番の問題ですね。13番は3桁足す2桁です。3桁足す2桁は5桁になりますと。で5桁になるという前提で、3,4,12,3,2が6,3,1が3,8,4,32,8,2,16,8,1が8、そして9,4,36,9,28,9,1が9で、これは1,6,3,7,6,9っていう数値が出来上がると。これも慣れるまではですね、小数点とかコンマとかは後回しでも構いません。慣れていったら 1,6,3,7,6,9 っていう風に、左から順に書いていく方がベストです。はい、答えが5桁で最初にががつかない、から、別に1桁減ることもなくそのまま答えが書けるわけですよね。はい、それでは14番の問題に移りたいと思います。14番は1桁足す 0.00 なんでマイナス2桁ですね。で1から2を引くとこれはマイナス1桁のように一見思えるんですね。ですが陰にががついてます。最初にががついて繰り上がる要素がないんです。そんな時はさらに1桁減るわけですね。じゃあマイナス1桁引く1桁はマイナス2桁になるわけですね。マイナス2桁、はい、でマイナス2桁ってどんな数かっていうと、0点の後に0が2ついるわけですね。これでマイナス2桁の完成です。あとは 1,2,3,4×24 ね、これをやってあげればいいわけですから、陰2が2、陰4が4、2人が4、2が8、3が6、3が12、4が8、4が16で 2,9,6,1,6 というふうに書いてあげれば答えが成り立つわけですね。はい、そして15番が一番、まあ、今日のその掛け算の中ではややこしい問題設定にしてみました。とりあえずその最初にががついて繰り上がる要素がない問題には星マークをつけておきますね。9問目もそう、10問目もそうでしたね。で12番もそうです。うん、神出鬼没なんですよね、最初にががつく問題って。で15番をやるんですけどね、まあ、じゃあ、まあ、とりあえずやってみますけども、0.00013 っていうのはマイナス3桁ですと。でこの 0.00077 っていうのもマイナス3桁ですと。でこの時点でマイナス3引く3でマイナス6桁になるわけですけど、ここでもう陰7ががついてるからマイナス1桁だろって想定してしまうともう終わっちゃうんですね。
これなんでかって言いますと、 13×77 って陰子返し陰子返しで770になるんですよ。でその後3721で980になるんですよ。このままだったら確かにガがついた状態で一桁減ってる状態なんですけど、最後の3721で大幅に繰り上がるんですね。1001ってなるわけじゃないですか、1001。はい、このように最初にガがついたとしても繰り上がった場合にはガがついたとみなさないんですね。つまり一桁減らないんですよ。そのままの数で攻めないといけないわけです。なのでこれは一桁減らないでマイナス6桁のままでいいというわけなんで、0点って書いた後は6個0を必要に、6個0が必要になってきますから、1234566でその後に1001と書けば正解というふうになると思います。はい、で、ちょっと答え合わせで、間違ってないかどうかだけ確認したいと思います。はい、特に間違ってる要素はないかなと思ってるんですけども、まあ、説明するのはなかなかあんまりないので、たまに間違えることもあると思うんですけど、はい、とりあえず全部合ってました。15番みたいな問題がよく出てくるので惑わされないようにしていただきたいなっていうふうに思います。大丈夫でしょうか。はい、はい、それでは割り算の問題に移りたいと思います。はい、割り算の場合は336っていう問題が出てきたとき、3桁ですね、3桁引く 0.6 っていうのは0桁です。はい、3桁引く0桁は3桁になりますと。はい、で、336割る6をすればいいと。最初に5を入れて30を取る、そして6を入れて36を取れば56っていう数字が出来上がるわけなんですけど、このままだったら桁数が2桁になっちゃうと。けど答えは3桁ですから0を付け加える必要があるわけですね。なので1問目の答えは560というふうになります。 OK でしょうか。はい、それでは2問目に移りたいと思います。2問目は1745、これは4桁になります。4桁引く500っていうのは3桁ですと。4桁引く3桁は1桁になると。で1745割る5やと思ったらいいんですね。で最初に3入れます、15引きましょう、4入れます、20引きましょう、9入れます、45引きましょう。じゃあもう349っていう数字を忘れないうちに書いておきましょうか。で349っていうのは見ての通り3桁なんですけど、答えは1桁にしなくちゃいけないと。じゃあ1桁にするためには小数点がここに必要、 3.49 なんですね。はい、慣れてくればいきなり 3.49 って書いちゃって、大丈夫なんですけど、慣れるまでは答えを忘れないうちに、書いて、で桁数をちゃんと合わせるといったようなことが大事になってくるかなと思います。3問目ですね、4桁引くマイナスの2桁です。じゃあこれは4桁足す2桁で6桁になるわけですね。6桁、はい、であとは6174割る63をしてあげればいいだけですね。これは最初に小さくですね、9654、9327、その次8入れましょう、8648、8324、98っていう数字が出来上がりますが、98っていうのは見ての通り2桁なんですね。6桁になってない。じゃあ6桁にするためにはどうする必要があるかっていうと、0を4個書いてあげればいいんですね。そうすると98万っていう6桁にすることができるんで、これで正解というふうになりますね。はい、それでは4問目に移りたいと思います。4問目はマイナス2桁引くマイナス1桁ですね。はい、じゃあマイナス2足す1ですね。マイナス2足す1っていうのはこれはマイナス1桁になります。でマイナス1桁っていうのは 0.0 で始まる数のことを言いますと、あとは456割る8をすればいいので、5を入れて40を引いて、その後7をつまんで56を引けば57っていう数字が出来上がりますと。そのまま57って書いてあげれば 0.057 で正解になりますね。はい、それでは5問目に移りたいと思います。で5問目がさっきの掛け算でいう1桁減るときと同じようなパターンが出てくるので、ここでも引っかからないように注意する必要があります。まず40万8000っていうのは6桁ですよね。6桁引く12万っていうのもこれ6桁なんですね。で一見すると6引く6で0桁になると思うじゃないですか。でも最初に、まあ、これは3を入れる必要があると。で3を入れる際に1マス空くんですよね、盤面が。すぐ横には3入れないじゃないですか。はい、これもガがついた時、1マス空いた時ですね。1マス空いた時には1桁増えるって覚えてください。プラス1桁です。
こちらに書いてあります。割り算の桁数は基本的には引き算で把握するんですけど、ががついた時にはプラス1桁。まさに5問目の話です。0桁になると思いきやががつくからプラス1桁しなきゃいけない。ということは0桁ではなくて1桁になるんですね。じゃあ1桁になると思いながら31が3、32が6、41が4、42が8というふうに計算すればですね、34という数値が出来上がるわけなんですけど、34というのは2桁ですと。1桁にするためにはここに小数点が必要ですから 3.4 が正解というふうになるわけですね。はい、大丈夫でしょうか。それでは6問目に移りたいと思います。6問目は3桁引く 0.12345、 これはマイナス5桁ですね。マイナス5桁。じゃあこれは3引くマイナス5なんで3たす5ですね。3たす5でこれも8桁になると思うじゃないですか。でも最初に1を入れると陰にがっていう風にやっていきます。一マス空きますよね。一マス空くということは1桁増やさないといけない。なので8たす1で9桁になるというわけで、9桁になると思いながら3214割る2をしてあげれたらいいんですよね。最初に1を入れて2を引くと、でその次6を入れて12を引くと、で間に0が入ってその次7ですね。で14を引くと、じゃあ1607っていう数字が出来上がるわけなんですけど、これは4桁にしかなってないです。じゃあ9桁にするためにはどうしたらいいかっていうと、0を付け加えて9桁に無理やりしてあげる必要があるんですね。でこうすると1億6070万が正解というふうになります。こういうのはもう慣れていくしかないですね。どうやったら9桁になるのか、どうやったら3桁とか2桁とかにできるのかっていうのも研究していってみてください。はい、これも星マークつけておきましょう。で、察しのいい方はお気づきかと思うんですけど、掛け算の場合は最初足し算で把握するんですね。で、がついた時には1桁減ってたんですね。これはどうなってるかというと、プラスマイナスになってるんですね。で割り算の場合はどうなってるかというと、最初に引き算で桁数を把握すると、でもががついた時は足し算で把握してるんですね。マイナスプラスなんですね。なので、プラマイマイプラで、覚えたらいいんじゃないでしょうか。プラプラとかマイマイとかないんですね。はい、よくどっちが引き算でどっちが足し算か迷っちゃったり混乱したりする人いると思うんですけど、足す足すとか引く引くとか絶対ないんで、足す引くか引く足すしかないんで、そこでしっかりと覚えてもらえれば問題ないのかなというふうに思います。それでは7問目に移りましょうか。で7問目もこれちゃんと理解してない場合には引っかかりやすいです。じゃあこの 1008 っていうのは4桁ですと、引く 8.34 っていうのは1桁ですと、で4桁引く1桁は3桁になりますと。でここで引っかかっちゃう子がいるんですね。8の段で1に近いものはないんですね。これ10と見なすわけです。2桁で、見るわけですね。2桁で見てるときにはすぐ横に1置くわけなんですよね。つまり1マス開かないと。でこれは陰8が8って確かに引いてるんですけど、1マス開いたときにプラス1やと、割り算は覚えてもらったらいいので、これはががつかないと。まあ確かに陰8がって引いていくんですけど、すぐ横に置いてるから1桁増えることはないと覚えてください。で、陰8が8、陰3が3、陰4が4で、その次2入れて2816、23が6、21が8なので12っていう数値が出来上がるわけです。ですがこれは2桁になってます。じゃあ無理やり3桁にするためには0が1個必要というわけで、この答えは120になるわけですよね。これ引っかからないように注意してくださいね。はい、これもけど説明しない方が分かりやすいかもしれないですけどね。この 8.34×120 をしたときに、この 1000.8 になればいいんですけどね。じゃあ逆にやってみますか。8.34 って1桁じゃないですか。1桁で、足す、この120っていうのは3桁ですと。じゃあ1足す3で4桁になると思いつつも、81が8、8216ががついてるから1桁減ると思うじゃないですか。でも最終的に31が3、32が6で996になって、41が4、42が8で10008っていう数字が出来上がった時に、最初にががついてたとしても繰り上がってががつかない状態になるんですね。つまり4桁のままになると。はい、なので 1000.8 っていう風になるわけで、こういう、
繰り上がった状態の問題に引っかからないっていうのが大事ですね。掛け算の時には引っかかりやすいと思うんですけど、割り算の時にはひとまず空いてるか空いてないか、それがプラス1するかしないかの判断材料になるんで、そこだけしっかり覚えておいていただきたいなと思います。はい、それでは7問目に移りましょうか。7問目はもうパッと見た瞬間に星マーク、これはががついてます、明らかに。 80.4 っていうのは2桁ですと。で、13,400 っていうのは5桁ですと。で、2桁引く5桁は2引く5でマイナス3桁になりますね。マイナス3桁になるんですけど、最初に6入れて6、1がっていう風に引いていきます。そして一マス空いてると、一マス空いてるということはががついてるとみなすと、プラス1しなきゃいけないと。じゃあマイナス3桁足す1桁ってマイナス2桁なんですね。はい、じゃあマイナス2桁ってどういう風に書くかっていうと 0.00 という風に書けるわけで、でこの次はですね、6を入れて61が6、6、38、6、7、24で綺麗に割り切れるわけですから、数字としては6しか書かなくていいんですね。はい、なので8番の答えは 0.006 という風に見なすことができます。 OK でしょうか。はい、それでは9番の問題に移りたいと思います。0.006061、 これマイナス2桁ですね。で引くことの1,2,3,4,5 個ゼロがありますから、これマイナス5桁ですね。はい、じゃあマイナス2足す5なんで、2から2を引いて5を足すと3桁になりますと。3桁になると、でこれはすぐ横に置くわけじゃないですか、小さくって、すぐ横に置いてるとか一マス空いてないから、ががついてプラス1なんて考えなくていいんですよ。なので3桁のままです。これは9をつまみましょう。9、6、50、4、9、3、27、9、7、72、その次5を入れます。5、6、30、5、3、15、5、8、10ということで95っていう数値が出来上がりましたが、95やと2桁のままになってますと。3桁に無理やり直すためには0が必要やということで、950が正解となるはずですね。はい、大丈夫ですか。それでは10番の問題に移りたいと思います。10番は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、11桁ですね。まあ、1回1回数えなくていいですけどね。もう慣れてきたらこれがパッと見た瞬間に11桁って分かるようになるので、で、これはもうパッと見た瞬間に8桁って分かってほしいです。そろそろで11桁引く8桁は3桁になるわけですね。はい、でこれも先ほどと同じように3の段で1に一番近いものはないけど、3の段で11に一番近いものはあるわけですと。2桁で見てると、2桁で見てるときはすぐ横に置くと1マス開かないと、ががつかない。はい、3桁のままでいいというふうに捉えるわけですね。これは実質的には 117,649÷343 と全く一緒なんですね。でサザン額3412、サザン額で14749が残ると、でその次4入れましょうと、4312,4416,4312で1029が残ると、でその次も3入れると、でサザン額3412、サザン額で343が残るわけですと。で343というのはたまたま3桁ですと。で答えの桁数も3桁ですと。このような場合には小数点をつける必要が一切ないと、そのままの答えで正解というふうに捉えるんですね。大丈夫ですか。はい、それでは11番に移りたいと思います。11番はこれパッと見た瞬間に7桁やとすぐ分かります。で引くことの 0.007 っていうのは、これはマイナス2桁ですと。じゃあ7足す2なんで9桁になりますよね。9桁になると、で7の段で49に一番近いものは7ですと。で49を引けば最初が7で始まる9桁なんですと。じゃあ7っていうのは数字単体だったらこれ1桁にしか見えないですと。けど7で始まる9桁にしようと思うのであれば、700,000,000と書くことによって7億と9桁になると、そんな風にやってあげなくちゃいけないんですね。はい、大丈夫ですか。はい、それでは12番の問題に行きたいと思います。12番は 0.000 で始まってるから、これはマイナス3桁ですと。で引くことの 0.000036、 1,2,3,4,5 桁ですと。マイナス3引くマイナス5桁、はい、でこれはマイナス3足す5桁なんで、3を引いて5を入れると2桁になりますねと。でががつかないから、そのままやっていったらいいと。 21,024÷36 と全く同じ計算ですね。最初に5を入れましょう。535,536、その次8を入れましょう。832,48,864,8、その次4を入れましょう。432,4,624、出来上がった数字は584でした。ですが2桁にするためには小数点がここに必要です。なので584ではなくて 58.4 というふうになりますよね。はい、残り3問です。だいたい理解が深まってくると面白くなってくるんじゃないでしょうかね。はい、それでは13番なんですけども、 28,906 っていうのは5桁ですと。はい、で引くことの 0.0298 っていうのはマイナス1桁ですと。
で、これは 5+1 なんで6桁になりますと。で、小さくはすぐ横に置くからががつくわけがないと。で、9に18、9、81、9、72で2086が残ってますと。で、その次7をつまみます。で、7に14、7、63、7、56で数字は97って出てきますと。でも97は2桁のままですと。6桁にするためにはですね、0が必要。このように0を書いてあげると97万6桁に帰着するというふうになるわけですね。はい、慣れてくるとすぐできるようになるので、ぜひ頑張ってみてください。はい、残り2台頑張っていきましょう。2537っていうのは4桁ですよね。4桁で引くことの0点の後に1、2、3、4、5、6個ありますから、マイナス6桁になりますと、4引くマイナス6っていうのは4足す6で10桁になりますねと。10桁ですよね。で、あとは2537÷43を普通に計算してあげればいいので、5を入れて5、4、25、35、そして9をつまんで9、4、36、9、3、27なので59っていう数字は出来上がると。で、59は2桁ですと。10桁にするためにはこのようにしてあげればいいんですね。59億やと。これで10桁になると。で、もう一つ覚えておくべきは10桁イコール10億やと。はい、桁数と、まあ、漢字で言った時の表現がしっかりと合致するように、ちゃんと覚えておく必要があるとは思います。はい、それではラストの問題ですかね。後でもし間違ってるところあればですね、訂正して解説しますんで、もう少々お待ちください。この15番に関しては最初7桁ですよね。7桁引く5億8000万なんで9桁ですと。で、7引く9でマイナス2桁になるわけですよね。でも最初5の段で7に一番近いのは1ですと。で、この時に1マス空くじゃないですか。ここ間0になるわけですね。1マス空いてると、ががついてると。で、プラス1桁になるわけです。で、最初引いてましたけど、ががついて1マス空いてるから1桁足さなきゃいけないんですね。つまりマイナス2桁足す1桁っていうのはマイナス1桁になりますと。じゃあマイナス1桁っていうのは 0.0 で始まる数のことを言ってましたと。で、あとは7308÷58をすればいいだけなんですね。因5が5、因8が8で1508が残ってるはずです。そして2510、2816で348が残ってるはずなんです。そして6を入れて6530、6848で126っていう数値が出来上がるわけですから、あとは126をそのまま書いてあげれば答えとして成り立つわけなんですよね。はい、こんな感じですね。なのでこれ全部合ってるかどうかをね、今から確認しますので、もうしばらく、お待ちくださいませ。今のところ全部合ってそうなんですけど、はい、一応全部合ってましたね。はい、こんな感じで暗算でやるときには計算するんですね。はい、また質問等あればですね、コメント欄にコメントを残していただいたりですとか、あとはまあソロバン学園インフィニティの生徒さんでしたら LINE の方で聞いていただければより深く解説できると思いますので、ぜひ今回の動画を今後の強みにしてみてください。はい、というわけで今回これで終わります。ありがとうございました。失礼します。